はい、皆さん、僕は元気でしたね。元気ですね、今日はね、素晴らしい。はい、よろしくお願いします。私も松山から来ました、岩見隆と言います。よろしくお願いします。曲名は中村剛さんの曲であります、愛してるのにという曲を歌います。いただいてますか、もう少し返してください。
もありがとうございます。愛してるなんて長渕剛さんの曲でありました。今日はね、なんか大津に来てるような気がしない。なんか松山で歌ってるような感じ。松山が続きますんでね。なんかこの前はね、僕2回目なんですけどね、この前はちょっとアウェー感があったんですが、今日はなんか馴染みましたかね、私ね。全然アウェー感がしません。なんかね、本当に今日はいい感じでありますが、次の曲は、小笠原愛さんというね、定着からデビューしてる、女性のシンガーにいらっしゃるんですけど、2001年に、東京の、新大久保っていう JR で酔っ払いが線路に落ちましてね、それを助けようとして、韓国の留学生とそれから日本のね、日本人のカメラマン2人が助けようとして東京なんですけどね、その酔っ払いと3人とも来た列車に轢かれて亡くなったっていう、痛ましい事故があったんですが、次の曲歌う曲は「あんた」っていう曲なんですけど、水木家の強い恋人がね、悲しい事故で死んでしまったっていう、曲なんですけど、その事故を聞いて、亡くなられた人の後ろにはこういう、ドラマがあるんだろうかということで作られたという曲であります。あんたっていう曲を、歌います。二人の記念日を祝ったりしたね。女たらしで解消なしの優しいあんたをなんでほっとけなかったのかな。通り過ぎる冬の風があんただけを連れ去り、私は一人行くわけもなく、ただ泣いて泣いて泣き疲れ、孤独には慣れてるつもりだったけど、あんたの名前を呼び、この空のどこかで
ただ泣いて知れずかっていうと、亡くなった彼氏はね、田舎から、親友の男の子と2人で、上京をしてきてね、で、東京でこの彼女と出会って、亡くなった彼氏と彼女が付き合うようになって、で、まあ、旗でね、その親友の男の子は見守っていたわけですよね。で、彼氏が亡くなって、その後その男の子が、彼女を支えてたんです。で、しばらくして、その男の子が彼女に一緒に田舎に帰りませんかと、プロポーズをしたんですけどね。でも彼女は、亡くなった彼氏は忘れられずに、私はもう少し、都会でしたと思います。で、その男の子はね、一人寂しく、田舎に帰っていったという、そういう物語なんですけどね。私はね、どっちかというとそういう一人で寂しく帰っていった寂しい男の側の人間なんでね、本当にこの曲を聴くたびにね、本当にたまらない切ない気持ちになります。桜シリーズという曲を歌います。
では最後の曲であります。最後の曲は、南こうせつさんの曲なんですけど、実はこれはね、島倉千代子さんが亡くなられる少し前にこうせつが、送った曲であります。からたちの小道っていう、曲を、最後に歌います。本当に今日は楽しい、はい、ありがとうございました。